EY 新日本有限責任監査法人 JBS アシュアランスデスクで中国を担当しております大谷と申します私は2016年から3年間 EY 中国北京事務所に駐在しており当該経験を踏まえてお話をさせていただければと思っておりますよろしくお願いいたします同じく EY 新日本有限責任監査法人の小井沼と申します私は2016年から3年間上海に駐在しておりましたよろしくお願いいたします今回は中国に進出している 日本企業のマネジメントや新たに中国を担当されている方に対して最低限ご理解をしていただきたい中国における会計税務の基礎を解説させていただきたいと思っております中国は進出する日本企業数が世界で最も多く日本企業に与える影響が極めて大きい国だと考えておりますこのため中国の会計税務について最低限の知識をご理解いただけるよう解説をさせていただきたいと思いますそれでは中国の会計制度上小沼さん 留意をするべき事項っていうのは何があるでしょうか。はい、大きく分けて三つございます。まず一点目は日系企業の現地決算日、それから期限、そして二点目が会計基準、そして三点目が法定監査となります。 それでは一つつ目のの決算日の特徴についいてて教えてください中国の法定決算日は会社法によりすべて12月31日とされており日系企業のように任意の決算日を選択することはできずまたですねそして税務申告において確定した決算数値が必要となるため一般的には税務の申告期日である5月末日までに監査を終えることが必要だといったところが留意すべき点かと思っております。 それでは中国における会計基準について教えてください。 中国ではいわゆる旧会計基準と新会計基準正式には企業会計制度及び企業会計準則の2つが併存して運用されており中国国内で上場会社や一部の地域を除きどちらか一方の会計基準を選択適用することとされています旧会計準則については1990年代の国際会計基準を参考に作成されており現在では改定が行われていない古いものとなっておりますそうですね新会計準則については 国際会計基準の改定に伴い変更されており国際会計基準と同等性を評価を得ている点が旧会計準則との異なる点かなと考えております一方で新会計準則の強制適用の時期につきましては国際会計基準との差が生じている点は留意が必要な点であると考えております。それではささん、日経企業の法定監査要件についい。てて教えてください 日系企業の中国現地法人は中国の制度上外商投資企業として取り扱われるため中国の公認会計士による会計監査が必要となりますそのため選定に関しては親会社と意思疎通ができることが望ましいと思われますそうですねただ日本からはなかなか現地会計事務所の 会社の規模会計事務所の規模といったところは把握しにくいかなと思っておりますが参考として中国公認会計士協会のホームページにおいて中国における上位100事務所が掲載されておりますのでホーームページをを概要欄にて紹介をいたします。続きまして中国税制の特徴はいかがでしょうかえ中国税制の特徴といたしましては日本と比べると主に5つの特徴があると考えております。1つ目とと。しては、改改定定のスピードがが非常にに速く、頻繁にが行われること 2つ目としては同一の税務上の問題に対して異なる税務処理が行われる可能性があること3つ目といたしましては多額の延滞金と罰金の存在4つ目といたしましては厳格な発表システムによる徴収管理そして近年においてはビッグデータを用いた税務調査が行われている点が特徴かと思っております。でででは、は実務上上ののの留意点はいかか。がししししょうかそうそすね。先ほども申し上げました通り、同一税制にに対してて、地域性、担当官判断によって 異なる解釈に基づく処理が行われていることが散見をされておりました一方で近年はビッグデータを用いることにより統一的な徴収管理へ移行が進んでいる状況にございます現状においては担当官との合意により認められてきた処理であったとしても今後は統一的な解釈により現在処理が否認されるリスクがありますこのため法の趣旨に基づいたあるべき対応が今後はますます重要となってくると考えております そうですね。税務調査は対象が通常は3年間ただし通帳税額が10万元を超えると5年間さらに悪質の場合には無期限ということで通帳税額が多額になる可能性もありますので税務リスクが顕在化する前に本社もしくは中国統括会社主導で社内に税務専門家を配置し事前に企業グループとして税務リスク改善点の全面的洗い出し見える化を実施し始めた企業もありますね。 税務のリスクへグループとして対応していくことが今後も非常に重要だと考えておりますでは税務の年間スケジュールはいかがでしょうかそうですね税務の年間スケジュールといたしましては企業所得税は日本の法人税に相当する税でありますが税務申告は日本と同様に会計上の利益を出発点として必要な税務調査を行った上で5月末までに税務申告をする必要がございます そうですねべての企業は、個社の納税申告書を提出しなければならず、連結納税制度は認められておりません、はい、またですね、留意点といたしましては、すべての決算日が12月であることから、会計監査も含めたスケジュールの管理が非常に重要な点となってまいりますでは続いて、企業所得税の計算基礎については、いかがでしょうか、えー、企業所得税の計算基礎といたしまして、まず税率は優遇税制の適用のある企業等を除き25、25%となっております。 そして、繰り越し欠損金については発生した事業年度以後の事業年度において最長5年間にわたり繰り越し控除が可能となっております。また課税所得は企業の1納税年度の収入総額から非課税収入免税収入各種控除および過年度の欠損金を控除した金額であり主な調整項目は資産評価損貸し倒れ引当て金未払い費用親会社等へ支払う管理費用等が挙げられます。 続いて中国の発表制度についてご説明お願いしますはい、中国においては発表による厳格な徴収管理が行われているところであります対象となる増地税は日本の消費税に類似する税金であり中国の税収の約4割を占めている点が特色かと思われますこれは調税効率の向上や脱税の防止を目的として日本のように企業が自由な形式で請求書を発行することは認められておらず税務機関から購入した 法廷の発表用紙を使用することが求められております。そして、発表のデータは、税務当局のシステムとつながっており、発表は、台帳によって連番で管理をされており、未使用の発表についても、税務機関へ返却するといった厳格な管理が行われている点が特色かと思っております。え、近年では、電子発表の運用について、新規納税者を対象に開始をしているようです。はい、続いて、移転価格税制についてはいかがでしょうか。まず、移転価格税制とは、 企業が関連者との取引価格を独立企業間での価格と異なる金額に設定した場合、一方の利益を他方に移転することが可能となってまいります。このため、関連者との間に取引を通じた所得の移転による課税所得の操作を防止するため、関連者との取引が独立企業間で取引される価格で行われたものとして、課税所得金額を算定する税制であります。 日本との比較ではいかがでしょうか日本との比較で申し上げますと中国における移転価格税制の対象範囲は日本との比較で主に2つの点が異なっております一つ目としては関連者の定義について直接または間接で25%以上の資本関係を有する場合そして二つ目といたしましては中国国内関連者についても移転価格税制の対象となる点であります日本は国外関連者との取引のみを対象としており また、50%以上の資本関係を有する場合が該当するため、日本の移転価格税制上、関連者と認められない会社も、中国からは関連者と認められるケースがあるため、留意が必要となります。ローカルファイルの要件、作成期限についてはいかがでしょうか。独立企業間価格を算定するために必要となるローカルファイルについては、年度の関連取引の金額が以下で示しております4要件のいずれかに該当する場合、関連取引の発生した 年度の翌年、六月三十日までに準備する必要があります。そして、四要件といたしましては、有形資産の所有権の譲渡金額が二億人民元を超える場合、金融資産の譲渡金額が一億人民元を超える場合、無形資産の所有権の譲渡金額が一億人民元を超える場合。その他、関連取引の合計金額が四千万人民元を超える場合であります。そして、留意事項といたしましては、中国現地法人が損失を計上した場合にも、準備が必要となる点であります。 最近の税務当局の傾向はいかがでしょうか最近の税務当局の傾向といたしましては移転価格に関する調査を積極的に実施をしておりますそして留意すべき事項といたしましては中国現地法人において適切にローカルファイルが作成されているかどうかに加えまして複数の中国現地法人を有する場合においては調査対象会社のみだけではなくグループとしての整合性を保つことが重要となっております中国関税と移転価格の関係についてはいかがでしょうか 図表にてご覧いただけてますとおり関税を対象とする税関等移転価格税制を所管する国家税務総局は組織が異なる点には留意が必要となっております税務の視点はどのように異なるのでしょうかまず関税といたしましては仕入れ価格が低下することで関税支払額が減少していないかどうかが論点となります一方で移転価格といたしましては 仕入れ価格が上昇していることで法人税額が減少していないかどうかといったところすなわちお互いいいががが相反すする視点点でで調査を行ううに留意が必要となってまいりまり近年の動向はいかかしょうか近年の動向といたしましては移転価格税制が正しいことを会社が立証するためのローカルファイルを現地の法人に対して税関当局が提出を求めるケースが増えてきております。 ローカルファイルを作成する際には移転価格および関税の二つの観点から整合性を保つことが重要となりますね今回は中国における基礎的な会計税務を取り上げました中国は変化のスピードや地域性そして税制の特異性があり日本企業の海外子会社のガバナンスを強化する上で重要な国だと考えております今回の動画を通して少しでも中国の会計税務に対して理解が含まれば幸いであります ご視聴いただきましてありがとうございました。